それではいよいよメインイベント、陸上自衛隊のご協力をいただいて、ひとまる式戦車がどのように優れているのかを分かりやすく見ていきましょう。そのためになんと3世代の戦車を一緒に動かすという戦車ファンにとっては夢のようなテストを実施します。最初に大きさを比べると、ひとまる式は90式より小さいはずですが、モジュール装甲をつけた砲塔が幅広いので、ひとまる式戦車の方が大きく見えますね。それではまずその砲塔の旋回スピードを見てみましょう。74式戦車は日本初、電気で動く砲塔を採用。61式が油圧を利用し、ハンドルでくるくる回す砲塔だったことに比べると格段の進歩です。90式戦車の砲塔旋回は意外にも74式よりゆっくりです。これは120mm砲が 105mm 砲より倍近い重さがあること、それに自動装填装置を搭載しているから砲塔がとっても大きく重たいんです。でもその代わり動きは非常に滑らかですよね。それでは最新鋭のひとまる式戦車を見てみましょう。ご覧ください、ひとまる式はスピードが速く動きもスムーズなことがよくわかると思います。それでは3両の砲塔を一斉に動かしましょう。ご覧のようにひとまる式戦車の砲塔旋回がひときわ速いことが一目瞭然ですね。対して90式は、あって90式が旋回終わってないのに次の映像なんてひどいです。あんまりで